だいぶ風が強くなってきとる。嵐になるかもしれんがね。ええ、こんな日ぐらい早く帰ってくればいいのに、あの子ったら。楽しくてしょうがないんだよ。あの子には野山が父親代わりみたいなもんだからね。だって約束したのよ、日暮れまでには帰ってくるようにって。約束を守れないような人間にはなってほしくないの、あの子。ゴンだけは。心配せんでも大丈夫さ。ゴンはしっかりした子だよ。でもまだ10歳にも満たない子供なのよ。何かあったら。忘れちゃダメだよ。あんたは母親代わりには慣れても、ゴンの父親の代わりにはなれないんだってことをね。傷つけちまった巨獣は処分する決まりだ。立てるか。こんな時期にエビブナの群生地に入るやつがあるか。見ろ、縄張りのシグナルを。あれを見たらどんなのんきな動物でも逃げちまうほどヤバいもんだ。お前の親父はそんなことも教えてくれなかったのか。チッ、マダラリスの警戒音なんて無視すりゃよかったぜ。久々に胸クソの悪い殺しをやっちまった。父さんはいない、母さんも。俺が生まれてすぐ事故にあって死んだって。俺、おばさんの世話になってるんだ。そいつは悪かったな。いいんだ、助けてくれてありがとう。その子供はどうするの。処分する。時期に飢えて死ぬだけだ。仮に生き延びても親を殺された恨みで人間を襲う危険があった。何言うの。俺が育てる。無理だ、キツネグマは人には見つかない。それでもお前、ゴン、遅いじゃないの。あれほど。ごめんなさい、ミトさん。ゴン、この傷はどうしたの。その森で転んじゃって。ミトさん、その傷は転んだ傷じゃないわ。本当のことを言わないなら一晩中外にいるのね。わかったよ、ミトさん。嘘ついてごめんなさい。親とはぐれたキツネグマの子供を見つけて、それで捕まえようとして引っかかれたんだ。いいわ、入りなさい。食事の前に怪我の手当てね。うん。おい、チビ、いつまでそこにいるんだ。勝手にしろ。ほら、力入れろ。せーの。俺の名はカイト、ハンターさ。ハンターって。世の中は不思議なことだらけだ。
その謎や貴重で入手困難なアイテムを追いかけてる奴らのことさ。ねえ、ここにはどうして来たの？俺の先生を探してな。先生？ああ、先生に認めてもらうための最終試験が彼を探し当てることなのさ。へえ。まあこれがどんなハントよりもやたら難しい。ゴン、昨日両親は死んだって言ってたな。うん。親父のことは知ってるか？あんまりミトさん教えてくれないし。そうか。名前は？ジンフリークスって言うんだ。ゴン、お前の親父は生きている。生きて今も世界のどこかにいる。お前の親父ジンフリークスは俺の先生だ。つまりハンターだ。ハンター？そう、この世で最高のハンターだ。何を言い出すの、ゴン。俺知りたいんだ、父さんのこと教えてよ、ミトさん。教えてって、ごく普通の人よ。この店をやっていて、あなたが生まれる前に事故で死んだの。それ以外に教えられることなんてないのよ。辛いようだけど、死んだ人のことは早く忘れてほしかったの。私は父親代わりにはなれないかもしれないけど、あなたに寂しい思いはさせてないつもりよ。うん。分かってもらえて嬉しいわ。ミトさんが嘘をつくわけってなんだろう。それに父さんが生きてるならなんで会いに来てくれないのかな。それってやっぱり捨てられたってことなのかな。お店はまだですよ。すまない、急いでるんだ。それでいいのかい？ああ、これが気に入ってるんだ。じゃあもらっていく。ん？お母さんごめんなさい、遅れちゃって。ゴンがどこに？あ、お客さんだったのね。すいません、お構いもせず。いや、こっちこそ迷惑をかけたからな。俺は余計なことをしちまったのかもしれん。だがあいつは後悔するよ。燃やすつもりならいつでもできたろう。それをなんで今さら。母さん、私怖いの。ゴンがあんなことを言い出していつか私の元を離れていきやしないかと。母親代わりなら分かっておやり。男の子はいつかは親の元を旅立っていくんだよ。それは仕方ないことなのさ。あいつと同じように。ああ、あの子の目が持つ光は父親そっくりだ。血は争えないのさ。そう、あいつは優秀なハンターの器量だよ。何よりいいハンターってのは動物に好かれちまうんだ。ハンター試験は12歳になれば受けられる。それまでどう過ごそうと勝手だがな。これはハンター試験の応募カード。俺ハンター試験を受けたい。どうして？俺知ってたんだ、全部。父さんが生きてるってこともハンターだってことも。俺ハンターになって父さんを見つけ出したいんだ。分かってよ、ミトさん。この3年、ゴンを見てて分かったよ。いつかはそう言い出すんじゃないかってね。
じゃあ、ダメよ、ハンターなんて。ミト、わかっておやりよ。一つ条件があるわ。ゴンが沼の主を釣るんだと？ああ、一週間でだと。あんな小さいなりで釣り上げられるのかね。いや、大の大人が5人がかりで。ミトちゃんも随分難しい問題出したな。あれぐらいできなきゃハンターなんか一生なれないわ。また失敗ね。ミッドさん、ごめん、服破いちゃった。そうまでして、いい加減諦めたら。やだ、絶対釣る、約束だからね。俺ハンターになるんだから、ハンターになって父さんを探すんだ。探してどうするのよ、あいつはまだ赤ん坊だったあんたを捨てたのよ。そうよ、ジンはハンターだった。長いこと旅に出てはたまに戻るだけ。ジンがいない間、姉さんは寂しい思いをしてたわ。私はそんな姉さんを見ているのが辛かった。そしてジンが憎らしかったわ。ハンターが何よって思ってた。家族も子供まで捨てて、そんなあいつを探すためにあなたハンターになるつもりなの？でも子供を捨ててまで続けたいと思う仕事なんだね。それだけすごい仕事なんだ、ハンターって。 あなたやっぱりあいつの子供だわ。あの、ミトさんは？今日で約束の日最後だろ。早く食べちまいな。うん。開けてみなさい。これ？そのロッドはジンが使っていたものよ。それで釣れなかったら。ミトさん、ありがとう。俺、この釣り竿で沼の主を絶対釣ってみせるよ。あいつを釣り上げられない。どうする？父さんなら。そうだ、もう一度主は力を緩めるかもしれない。その時に今だ。あ
遅くだよ。ミータさん、これでハンター試験を受けてもいいね。約束を守れないような人間になるなって教えてくれたのはミトさんだよ。好きにしなさい。ありがとう。ごめんなさい、ゴン。私、ゴンに嘘ついてた。ジンがゴンを捨てたんじゃないの。私が裁判で、あなたの養育権をジンから奪い取ったの。うん。嘘だって気づいてた。だってミトさん、俺に嘘つくとき、絶対に俺の顔見ないもんね。ミトさんの匂い、本当の母さんの匂いは知らないけど、ミトさんの匂いは母さんの匂いだ。俺、どこへ行っても忘れない。ミトさんは母さんと一緒だ。最終試験は彼を探し当てること。これがどんなハントより難しい。彼は最高のハンター。会いに行くよ。いってらっしゃい。さあ、いよいよハンター試験に挑戦だ。試験会場に向かう港町で変なおじさんに出会ったんだ。次回、ハンターハンター、出会い、戸惑い、出航。面白いよ。